屈折した時代の波と焦燥感を一体誰が代弁してくれるの。高校と光る深夜自販機のねディスタンス、産業道路はせわしなく、大切な切り札はいつもポケットにしまって、行かれちゃいそうな普通の暮らしに、満員電車を降りたサラリーマンの涙、幸せの黄色いハンカチをそっとしといてくれよ。ちゃんと歩いて帰るよ。必要ないもの、今までも越してきたから、立ち止まる白と黒のシグナルが騙し合うように戦争を演じている。南の国からフルーツが届く寒い国の子供たちへの声、高らかに街頭演説、愛する娘や息子のため、働く人間は強い気持ちだ、ファンタジーにさよなら。Life is Life